はーい、てんのー。入ってんの。どうもどうもー。本日、6日、デイシックス、ハッピーバースデートゥーミー。ああ、おめでとありがとうございます。う。おめでといや、う。そんなことよりもですよ。そんなこともよりも。ですね。今日は夜ではありません。あ、違う。朝ではありません。時 差今だ。夜です。です時ね。差ですか。まあ今日はお休みなんですけども、私は。朝、まあまだいつものように仕事から帰ってきて、やったんですけども、どうにもこうにも、ちょっとパソコンの調子がおかしかったのかわかりませんけど、録画されてないことに途中で気づきまして、鋼順調にいってたんですけど、その模様が映ってなかったんですよ。そうです。ガガガ悔しい。ちょっとガ。結構、傍受で、いい感じで失敗してね。いい感じに失敗。面白い動画がやっと撮れたぜとか思ったんですけど、いやー、参りました。残念じなゃるほど。ぞ。で、さっきいろいろチェックしたら、まあ、大丈夫そうだったので、今録画されてると思うんですけども、ちょっとね、悔しいな。いやー、なの悔しいで、ですちょっね。と今日の分の、だから昨日お伝えした通り、昨日の鋼が結局間に合わんくて9時回っちゃったので、だから今日の鋼の分とソーティーが残ってますので、ちょっとデイシックスは、まあ、いつもの通りになっちゃったっていうこそうと。ですね。で、いつもの。アンドアンドハッピーバースデートゥーミーなのに、歯医者に行ってきましてね、昨日ね。歯がねえっていうことは免れたんですけど、虫歯じゃねえって言われたんですよ。意味がわからない。まあ、意味がわからないって何回かそういうことあったんですけど、おそらく、本当に何もなってないし、確かに染みたりはしないので、なんかぐーっと噛んだ時に噛み合わせのバランスがちょっと悪くなってるから調節するって言われてしてもらって、少しは楽になったのかなって感じなんですけど、なんかずっと噛んだ時に強く当たっちゃってるから、その痛い場所が。そのせいかもしれないから、1週間我慢しろって言われたんですよ。1なの週間ってで、ね、ま長いだですよ。やんわり痛いですし、当然ものを食べると噛むので痛いです。そんなことはいいね。もう行こう行こう行こう。行こうはい、行こう。お大事に。ああ、じゃあソーティー、あ、ね、あ、気感を染取り体直か。して、そうっていいですね。悪を感染体。昨日レジェンダリーコア出たからだな。やべえ。やべえな。運がな。運がな。挙句の果てによ、今日ね、さっきパソコン起動さらにして、まあ大丈夫はなったんですけど、アプリがアップデート入って最初パーティー組めないとかね。なんかね、ほんとトどうラしブたルどう続しきでた、した本当によ。どうしたどうした。ね、雪は降るわ、まあ、こっちは降ってないですけど、まだ降ったのか、みぞれか。みぞれだね。一応降ってますよ。ねえ、東京の方は大変そうなのかな。でもそ、え、どうなあ、の？なさ、進めて、進めて。というわけで、ソーティ一番目、階級エリス、感染体ですね、いい今で日すは。ね。お友達。散々喋っといて。散々自分で喋ってて、進めて、進めて、とか言っ属性耐性、火炎をやっていますね。というわけで、ランダム行ってみましょいや、う。はい、もう時どうぞ。間がないからっつってね、ドルルルルルのところね、ドルティーンとか言ってね、面白かったんよ。面白かったね。デルティーン面白かったね。じゃあ、改めて、デルティーン。ドルティーン。またですね、ナイダスプライム？バザプライム？トゥーム？トゥーム？トゥームフィン、トゥームフィン、トゥームフィンガーね。そう、トゥーム？カウトンスボタね。シスト？ナイダスにぴったりですね、この近接ね。ヘック。エッグ。ワンコか。
アンコちゃん。と、ペイドラだ。はい、はい、ナイフェイダスドラ。プライム、最高じゃフェイないでドすラ。か。はい。ペイドラ？ファイドラ。はいですね、はじかさん。行きましじゃあ行きょう。ます。アイドルティーン。余裕ですね。エグスカリバほうほう。ー、ファンタズマ、AK ジャガラ、ディアルケレス、ゼノリク、ハウンド、クバグラットラー。ああ、クバブラ、なんかね、ブラットラ、ん?クバブラ、ん?グラットラで、グラットラ。ね、なんかもう何でもいけそう。グラットラね、数値はね、普通のより弱くなってるんですけどね。よくわからない。さ、ナイダスさんなので、まあ、これは、もう普通に。いけるんじゃない?何耐久っつったっけ？属性耐性の火炎。ああ、火炎。結構痛いね。アーマーも剥がれるんで、そう。こっちの、ウォーフレームにもアーマーは実は存在していて、まあ、耐久値、走行値ってやつですね。一応。で、今現状、炎ダメージ食らうと、だからそうだよね。こっちも、あれ、こっちは関係ないんだっけ？嘘言っちゃいかんね。まあ、もう、例えば、腐食はそうなんですけど、防御力が下がるってことなので、もしこっちも食らうなら下がるのかな。まあでも電気の方が痛いからな。そう、気をつけな今はきゃい電け気ないだよのね。は、気をつけない、現状そうか。一応属性攻撃、耐性の時気をつけなきゃいけないのって、複合ダメージが存在するんですよね。だから感染体さんは毒攻撃ばっかりやってくるので、でも火炎も入ってるからどうなるかっていうとガスになるんですね。だから、意外と、毒も凶悪なんですけど、電気って来た時の感染体もやばいですね。なぜなら腐食になるからです。そうだね、あわやね、ピシって、チャージャーのツッコミ食らったも日にはね。そう、あれが腐食になるってことですね、勝手。チャージャーのは別に普通の、そのまんまよ。あ、そっか、毒のやつか。毒攻撃した食らった時に、でも、不思議なのは、今現状ガスはガスになったので、楽になったね、逆に。炎が、今回炎が、ガスになる。まあ毒だった場合、毒食らうっていう時がガスになるので、ヘルスにダメージいかなくなるんだよ。不思議な現象。不思議だよね。はい、まあそうですよね。今日そうアップデート入りましたよね。じゃあ、とりあえず行きましょう。はい、行ってみよう。アップデート入ったよ。そうそう。それも言はい、アッってプデートたよ。ね。配信。まあ、配信こじゃれねえニューや。ス録に画で。ね。まあ、ヒデドリのコレクション。月のコレクション。天のじゃん。と、ニューワーのリプレイが可能になりましたね。はい。はい、行ってみましょう。じゃあ、1番目、ソーティエリス、感染体、耐久、ナイデスプライムとエクスカリバー。はい、行ってみよう。行ってみよう。そうそうそう、アップでね。アップでだから、そうそう、それも 朝言ったんですけど、もう一回言うと、もう、でももう夜だからね、もうそろそろウォーフレーム、日本人天皇さんもウォーフレーム始めてる人たくさんいると思うんですけど、リプレイ可能になったんですが、我らがコンソール天皇は、相馬コードが入ってないと言われまして、どうやらちょっとアップデート間に合わなかったみたいですね。コンソールだけ。コンソールだけ。へなので、もう一回次、Xbox じゃねえや、ソニーとマイクロソフトと任天堂に、許可を取る形になるんですけど、その許可を得るアップデートと、通常の軽いアップデートと2種類あるんですけども、まあ、本体アップデートか、ランチャーで終わるかっていう違いなんですけど、その本体アップデートの方が今日入って、もう一度本体アップデートの方が来ないと、ちょっと入れらんないと。
だからちょっともうごめん、もうちょっと待ってって言ってましたね。なるほど。あとあれよ、リッチのそのキャンセル、ダルブリング出した時とかの武器いらないよってやったらっていう、ちょっといい感じ、今やってる人はいい感じのものも、次のアップデートになってしまったようです。詳な細るはほもうちょい調ど。べて土曜日の配信で言おうかなとは思ってるんですけど、まあしょうがないっすね、しこればっょうかりがは。ないよね。しょうがない。まあそうだね。できないものはね、できなそうい。ね。ちょっとね、やろうなんて思ってたけども、ね、そんなことないんじゃ。仕方なす、そうなそう、い。あ、そうそう、それでリプレイがやっぱり、まあしょうが、それもしょうがないんですけど、やってしまうと、普通のミッション行けなくなるから、ご利用は計画的にと、D さんからお達しがありまして。で、いくーってやつね。そう。なので、今やってもいいんですけど、で、実は今週もちょっとリプレイやろうかなとは考えてたんですよ、土曜日の配信で。で、やってもいいんですけど、次のアップデートで相馬コードが来たらもう一回やらないといけないってことになっちゃうんで、さすがに、多分一日潰れちゃうよね。一日潰れるほどの時間はかかんないですけど、でも6時間ぐらいは最初かかったので、まあ、そうね。だから次の、まあ多くのコンソール天皇さんも同じ考えだと思うんですけど、そんなコードが来てからでいいかなと思っとりやす。で、次がそういまつ来コるード。のかもね、アナウンスがまだないので、すぐ来てくれるんだったらまあ、ちょっと考えようかなとは思うんですけど、でももう、ね、そういう大きなアップデートはすぐって感じでもない。でも今回に限ってはすぐなのかもしれないですし、ちょっとわかんないですけ一応ど。ね、D は、なんだっけ？ 3 月、ん？春頃って言ったの？ 3 月中？どうしたっけ？なんかね、大型メインラインの。ああ、ああ、ああ、やばいやばい、間違えた。おお。どうした？ヌクスどうカしリた？バどうさしん、た？弱いのを忘れてたで。あー、そんな飛ばされたよーと。あ、ワンコちゃんのこれ面白いと思ってたのに邪魔だな。マグの2番をやってくれるやつがあるんですけど。あ、そっか、デュアルケレス育ててないんだ、強いのにね。面白いことにガッツさんって近接育ててないの珍しいぐらいなんですけど、ものが。本当にガッツさんが育ててない数少ない武器が、たまたま私が育ててるんですね。そう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 。たまたまっていうか、ナスさん育ててんだったらいいや、的なところはあるよね。なんかお互い陣中っていう感じ。なるで、ほナスどさんやるんね。だったらじゃあ先やっといてよ、みたいな感じ。なるほど。それ何面白いの？って言ったらやるみたいな。デュアルケレス面白いよって言ったと思うよ、前に。そう、デュアルケレスはね、これコーラさん用で実装されたんですけど、私、クローツカーイだよンね。クローカーっていうかっこいい、草原のブッチャーかなんかが持っている近接がありまして、そっちの方が似合うなと思って。あれもさ、結構人気あるみたいよ。そうよ、強いしね。ツインもツインじゃないのも強いから。普通の黒かね。そうそうそう。だからまたチャンスあったら、順番なんですよね。いっぱいあるんで、順番。そうそう。で、エクスカリバーさんはですね、やっぱり弱くはないんですけど、当然主人公なんで。やっぱね、防御力がちょっと弱点なんですよね。4番をね、使いながらやると結構ダメーそうジそうカットにはそう。なるというね。なるんですね。なので、でもそれでも鋼ではやっぱきつくて、一応、ほとんど私ヘルミス使わない派なんですけど、珍しくカリバーさんにはどうしたもんかって、まあ、とりあえず今選んでるのが、ウコンの3番を入れたりとかして、あとはアルティメイタムですかね、本気で行くときは。などを駆使して、やってますね。で、この今使ってるビルドは、ちょっと画面が、今日はナスさんなんで分かんないんですけ私なんど、ですよね。私、ナイダスで。お？
1番の増強を入れてまして、お、痛い、これ痛いね。が面白いのが、火炎か。コンボ値がね、すぐ稼げるんで、でやって今遊んでたら、あ、そうだね、肝心のデュアルケレスが弱いんだったって、死んじゃったんですね。速攻で220まで行くので、だそれは220行くのが大変な近接、すぐ行ける、もともとすぐ行ける近接もたくさんあるんですけど、危ないね。そうじゃない近接も、まあ、バシバシバシっと軽く切れば、もうすぐに220行った状態で切りつけられるっていうビルドですね。これは私のナイダスさんも、まあ言わずもがなですよね。もう結構人気があるフレームというか、結構使われている。ナイダスさんはね、右下のスタックっていうのを貯めていくとメリットがいろいろありますよっていう。で、スタックが、10だったかな、確か。ちょっとうろ覚えなんですけども。10で、死んだ時にスタック消費で、30だね。30そんな使うんだね。そう。ああ。死なないっていう話でしょ。あ、どうぞそう続そうけてくだそう。さい。死なないっていう。死ぬ代わりにスタック消費でっていう。で、生きながら得ますよっていう。あ、ごめん、15かも。なあ ついこの間までいっぱい使ってたのに。すいません、詳しくはウィキで。投げやり。で、あれ、30じゃなかったっけ？誰だっけ？あ、ほら、今死にましたね。あ、やべ、見てなかった。画面を、右下見てればよかった。で、引き算あが。れ、アビリティに書いてあるよね、パッシブに。今、守ってよくは見てみろよ。一応、ミッション中もアビリティを見れまして。いやいや、3番貼って放置するわ。ええー。アビリティ。スタック、確かパッシブなんだよね。そう、パッシブのと15ころ。スタックが消あ、費され15でる。した。正しくは15でした。すいません。で、5秒間無敵ですね。スタッフじゃない、スタック消費して。スタッ スタッフって言っちゃった。フ かのエコ。ですね。で、基本はこの2番で、ラルマだったっけな、名前。貯めつつ、敵を集めて、1番の、これですね、足踏み、レッツラ、レッツラ、これで、スタックが溜まっていきますね。で、確かなんだっけ、アップデート入って、味方が打ってもスタック溜まるようになったとか、なんああ、か、そう、ちょっと変わったよね。そう、ちょっとね、溜まりやすくなりました。前よりだいぶ溜まりやすくなりましたね。で、この3番は、ちょっと、なんでしょうね、なんていうの、紐とかを、敵とか味方につけられるんですけども、味方につけると味方の、なんだろう、アビリティ力アップにつながるんだったかな。味方はアビリティアップ、意欲が上がりますね。で、敵につけると、敵につけた時に、自分が食らったダメージをその敵につけた先に、リンクじゃない、紐をつけた敵に、ダメージを肩代わりっていうんですかね。代わりに、本消気費でして戦もらうえるとのきは意で。外と味方よりも敵につけるかな。そうなんですよね。これ、装置1番目なんで、言い方悪いですけど、もう、おんちゃらきーみたいな感じでプレイしてますけど、フレームに、よるよね。鋼とか、ちょっと本気でいかないとねっていう時は、敵につけつつ、9割カット、ダメージが、確か。になりますね、ナイダスさん。そんな使い方もありつつ。で、4番は、有名なの？これですね。ギュアードーンって言って、このウツボみたいな中から、かわいいマゴットちゃんたちがいっぱい出てきて、ヘルス回復効果もあります。
軽い CC もあります。フレームによるよねさ、まあ、オベロンとかクロうん。マと組むんだったら、オベロンとクロマにつけた方が、オベロンああ、とそうクロだマがアね。ビリティ使ってくれるんだったら、うん。すごい強くなれるから、お互いそうに。ですね。で、オベロンでヘルス回復効果もあるので、お互いウィンウィンって感じですね。結そ構ね、れ、結構面白いんだよね。威力は普段よりも上がるから、へえ、みたいなです感じ。ね。はい。ナイダさんは、私、ちょっと知識不足で、大変申し訳ございません。はい。というわけで、2番目いきます。ソーティ2番目。機動防衛、エネルギー減少。エ9ネル割ギーカッ減ト少っだったか。て、確かそう、ナイダさんのリンクっていうか、これ、正式名称すら言えないっていうね。あ、リンクっていうんだ、本当に。パラスチティックリンク。これですね。一番下に書いてあるダメージリライでいくと。指さしてる私。見えないのに。あ、それ配信の時前やったね。計算の仕方があってとか言ってやっあ、てだったけね。か。一応、これですね。ダメージカットっていう。で、味方範囲は、味方、リンク貼った時に味方が、これだとねえ、76メーター ま結で構広いんはだリンよ。ク、やっぱ天のつな相手がだれからる。ね、結構広くしてやんないと、すぐ離れちゃうからね。そうなんですよね。敵もそうか。そう、そ敵こもにね、置いといても、敵範囲は38メーターだから、味方より半あ、額ぐ短らいんい。だか。半額じゃなくて、そう、半分まあ、かかっ耐て久まとす。か防衛に向いてる感じだよね。その場にいる感じ。あまり離れない。とにかくすごく、バランスの良いフレームなんじゃないかなって思います。はい。というわけで、2番目行ってみましょう。ランダム。はい。てりてん。わあ。バルキアプライム。アンプレックス。ガゼ。ゲイズ。ガゼ。ストロファー。え、また？センチルまバ。たってそれ朝でしょ？あ、そっか。プリズマシェイド やっのぱエア戻クるガんンだガンね。フェードラー。同じ。はい、とるてーん。あ、おお、いいね。久々。ノバプライおム。テネットテトラ。テネットサイクロン。キャッソワはー。シェイド。インペレータバンダル。あ。はあ。ああ。あら、ノーバープライム久々ノでバすね。か。アイアムノバ。打者のノーバープライマーノバさ2。んは、ノバさん何のビルド行くんですか？これはもう普通にスローでしょう。オーラがグロイングパワーになってるよ。あ、なんかに使ったんだね。前回バルキね。アだからスティールチャージにする？ほら、楽勝よ。感染体でさ、ノスローノバいたらもう、守んなくてもいいよ。確かにね。あ、でもエネゲンなんだよね。じゃあ大丈夫。昔ね、そういうこともあろうかと、本当にノバさん使ってた時期あって、今は結構たまになんですけど、NASA のが使うから、ちゃんとエネルゲンビルドがありますよ。エネルゲンビルエネルド。チーゲン、ムが出ました。エなんネと、ルエゲン。ネルゲンビルド。はい。エネルゲン、聞きましたか、じ皆ゃあさん。いいよ。さらに遅くしてよ。隠蔽ダンスにしよう。ゆっくりダンス。入る？バルキア B だから入るはず。一応バルキア、あ、ちょ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 、プライムは全般オーラフォーマーを指しております。ナスさんはね、素のはい。やつを指してあげないんだよ。そうなんです。バルキアは実はちょっとあんまり私使わないので、あまりこううまく説明もできないし、どうなんでしょう、これ。いけます？これ。適当なこと言わなきゃいいじゃん。この間使ったのが、あれじゃ、私が3番増強で CC するよって。これでも、あ、うん。うん。朝準備 OK。まあ、いっか。じゃない、普通に行きますね。武器がちょっとね、お強いのが大出丈夫たのだで。よ。ノーはバい。ーがいりゃ何でも来いよ。ノーバーさんは本当に強いね。よく直されなかったっていうぐらい。ねえ。はい。強い。というわけで行ってみましょう。フォーティー、あ、違う、ソーティー2回目。40、フォースって呼んでた、今。
ポーツ隣フォ ソーいいんだティーよ。だフォボスかソーティー、略ら うん。してフォーティー。はい。フォーティー、2フォーティー、番レッツ目。ゴー。はい。軌道防衛、エネルギー減少、バルキアプライム&ノバプライム。はい。行ってみよはーい。40。40。くどい。ガッツ440。くどい。なんだっけ、それ。え、わかんない。強いじゃん。なんか格言のセリフでありそうだから言ってみた。くどい。どうした？みたいな感じ。くどい。違う。どうしたじゃない。どうしたじゃない。どうした？だから。あ、そう。それちょっと気をつけて。どうした？って気言をわつれけてって言われちゃった。ほっふっはーって言われて。いや、よくわからん。あ、最近安井さん聞かないやなぁ。すえさん。誰？あ、だからその人、そのキャラクターの声の人。え、あなたあ、よく映画見るでしょ？だー、映画の吹き替えが多い人なんだよ。安江さん、ER 例えとかば、出てたんじゃなかったかな。ER、例えば、例えば？え、だから、え、何が？例えば、あ、映画の吹き替え。映画は分からんよ。ウィキ、例ええ、そば、れもウィキ見てください、じゃあ。ゲー。いっぱい出てるよ。ググリってやつ。そうそうそう。八神伊織は人気ですよ、本当に。くどい。ああ、八神伊織は格ゲーやってる人なら知らない人はいないよ。ナットさん的格ゲーは、くどい。ソウルスパーク。ソウルスパークはもちろん当たり前。これはもう格ね、ゲー。ダントツ首位だから。最近格ゲーネソウタル多スいパーク。ね。ちょっとね、棒読み加減で言うのが、コツです。ソウルスルーで、夏さん的格ゲーっぽい、格ゲーっぽいだからね、セリフ。くどいと、プラチナ。何それ？フラチナ。プラチナ？フラチ。ハヒフフラチ。プラチ何ナ。言ってるか分かりません。あ、そうですか。ノバさんドは、ヘー。大事なことは、エネゲンだな。大事なことはですね、まあ皆さんもご存知、一番がダメージカットありまして、これがちょっと面白い豆知識としては、D さん、知らなかったんですね。そうなんですよね。知らななんとかっなんたっと。ていうのもなんか語弊あるかもしれないですけど、てんのが、これさ、ダメージカットあると思うんだけど、どうなの？って聞いたら、バグだったのかわかんないんですけど、もしくは当時作ってた人が入れたけど言い忘れたのか、いろんな、ね、ことが想定されると思うんですけど、その時にいた D スタッフ、ノバさん古いフレームなんで、一応調べてみるわ。あ、本当だねってなって、で、まあもともとあったものなんですけど、正式にちゃんと、ダメージカットが、例えば1個の弾につき10%カットが入るんですよ。なので9個以上、バルクとちょっと似てるかな？確か9個以上あると9割カットまでっていうのがあるので、感染体みたいな相手だとやっぱ1番をかけといた方が安全。やっぱノバさんって今まで危ねっていうことが、強いといえどあるので、防御力はそんなに強い方じゃないので、1番をかけといてあげたら大丈夫。結構ね、ダウンしにくいそう。なのかな。それを受けて、だとは思うんですけど、1番増強が、もう実装されたか変わったか忘れましたけど、4番をかけて倒すと、1番が増え続けるっていう、いい増強モットになってますので、まあ本気で、さっきみたいな、も言いましたけど、本気で戦うときは、1番を込みで戦ってあげると、自分がダウンせずに、か弱くない、お強いノバさんでいられるってことですね。おつよ。これはとってもいい。ノバはね、ザクさんと同じでね、天皇が考えたフレームなんですよ。そう、やっぱね、天皇が考えたフレームってね、ことごとくいいなぁと思ねいますね。え、ザック天も皇いいもですね、し。
そう、テンダもね、なんていうのかな、本気っつうか、うん。もう、普通に考えたら、自分で考えんだったら、やっぱり最強、これもあればいい、これもあればいい、みたいな感じだと思うんですけど、まあ、それは調節は D 次第だとは思うんですけど、ちゃんとね、ここはこうで強いんだけど、ここが弱点とかね、そうやって考えたりするので、やっぱみんなゲームを愛してるってことなのかなと思いますよね。ですね。ねえ、そんな何でもかんでも強かったら面白くないもんね。弱点があるからヒーローなんだよね。で、肝心の、私は、私してんのはずなんですが、バルキアのことは大して言えないかもしれません。なぜならあまりアブリティを使っておりません。結構面白いんだよ。1番とかだって面白いんだよ。そう、1番こ使れ、いこなシしてュイーンでしる、ょ？そう、バああ、飛ルばキしちアゃっ天た。皇かっこいいよね。1番をこうやってやると、こう飛ばせます。ああ そう、進撃の巨人ね。そう、人に対してもいけなくなったんだっあ、け？なくなったんだっけか。そう、いたずらするいた人ずがら増するえたからね。から。そう。天の相手。ね。お友確か達そうとだよかでね。ふざガクけるさんんだったに。らいいけどね。あ、そう、やっぱそうだね。知ら今、なガいクさん人に。にはね、そう、よくないよね。今、ガクさんに試したけど、やっ自てやっ分が引って。張っ、ん？どこ？多あ、分ダメじゃなかったかな、もうおい。ね。ロキ。おい。あ、ダメだね。そう。あんまりそう、ね。前ね、よくオンラインで見かけたんですけど、多分、天野さんの、本人の言い方ですよ。俺より先ゴール行くなって言って、バルキアの人が引っ張るんですよ。ゴール行ってる天野を。で、代わりに自分がゴール行くっていう、なんとも言えない。受けんのが一応公式上ではさ、そのダウンしちゃった相手を引っ張ってきて生き返そうみたいな使い方を、そう、想定というかね、なるほど。あっちゃ、あるんですけど、そう、なかなかそういう使い方はされなかったかな。悲しいね。はい、というわけで、はい、ラスト3番目。いつぞやと一緒ですね。だんだん簡単になっていく。救出、ディキアマン東京。残念ですね。はい。Every day I listen to my heart ですね。はい。はい。というわけで、ランダム行ってみましょう。テレン。あ、ボルトプライム、ストラダガー、デックスフューリス、セラミックダガー、ヘリオス、インピリタバンダ。はい。はい、トカツさん。ドルテン。あ、大丈夫か。アイバラ、ザ、デックス・フューリス、デックス・ダクラ、ナシ。デックデックス。ス来るね。すキャごいリア・ね。プライム、インペルタ・バンダル。ガッツさん、そんなにデックス好きっすか？あれじゃない？もう来月記念だからじゃねえの？あ、そっか。そうよ。そういえばそうっすね。あ、じゃあ、セラミックだわですね。あれ、おかしいな。あれ、育てた記憶があったんセだラけミッど。クダガーはですね、多分おそらくナスさんも私もなんですけど、まあこの間の録画でも言いましたね、即死ダガーモッドっていうのが、今パラゾンモッドになってるモッドがあります。パラゾンモッドじゃねえか。増強、まあ、即死できる、もうフィニッシャーかけると即死できるモッドがありまして、ですね。それが変わって、コンボ時間だったかな？似合ったの。今お見せしますね、じゃあ。確かに近接の、てか入れてた。これですね。こう、コだ、バーフォーマーいトらなかっリたんザですリよ。ティ。でも、それさえ入ってれば死ぬので、火力もいらなくて、何が大事かって言うと、セラミックダガー、ゾウが登場するまでは最速だったんですよ。だだっから、フたィニッシぞ。ャー攻撃かけるのも早いんですよ。早いぞ。そう。だから、そうスなパんでスパすよスパね。スパ即死いけたから、それだけでいいねっていうことで、多分おそらく、ナスさんも、フォーマーは刺してない。私も刺してない。そうですね。この通り、ピーフューリーと、このコバートリザリティと、PPP のみですね、これ。それでよかった。そう、PPP もいらない。いつぞやのね、おふざけになられた、イベントみたいなアラートがあったんですけど、なんか
ああ、99999みたいあれでね、アイなね。ああ、バラレベルで、ね。その、この即死ダガーじゃないと倒せないかもっていうぐらいの、あれをね、やった。以降、多分セラミックダガーをいじっておりやすい。はい、というわけでいきましょう。3番目、救出、アーマー増強、ボルトプライム&アイバラ。入ってみよう。おー、しまったな、あれだ。シンジケートポイント溜まっちゃうから、増強を買わなきゃね。そうなんですよ。増強が来てるんです。なんですが、あれですね、グレンデルとガウスとフロストのパッシブの増強と、やれり。やれるれいですよね。ねえ、それも朝言ったんだよな。そうだった楽しね。みですねーとか言って言って。デジャブかな？デジャブかな？ちょっと宣伝見えたことになるんですけど、今週、配信、土曜日、配信するときにですね、とりあえずやろうと思ってまして、増あ強れね、を、お増試強しのおでです試ね。しね。チェックしとかないとね、だからね、少し。そうなんです。で、今週土曜日、私の視点になるので、77つの、ちょっとできる限りの知識と知恵と、まあ、ガッツさんの知恵を借りて、なんやっで？て、ちょっと、アーマー増強か。ちょっとやってみようかなと。というのもですね、今週は先ほどガッツさんも言いましたが、ニューワークね、ちょっとリプレイ、ちょっと厳しいかなっていうところで、やってもいいんだけどね。やってもいいんだけどね、あとそバグもあるかな。う。もしかしたらね。それも考えてた、もともと。ちなみにこれスキャ危ナーな。変わりましたね、これ。ほやっら。ぱりエスキャナー？なんだ、このスキドャアナー。のスキャナー、ドアの線、木製の。変わりましたね。ドアの色合い線。がね。お助け、お助け、早く。どういうこと、どういうこと？ドアの線の意味はよくわかんないね。どういうこと？ドアの、よくガッツさんが引っかかるレーザービームあるじゃん。わざと引っかかる？わざと？トラップでしょ？そやっぱ色青くなったよね。俺も思った、今。うそ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 う。白くないね。そう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 、青？わざと見づらくしてんだな。俺みたいなのが引っなかかの？りやすいように。スティーブが？スティーブなの？ わかんないけど、なんか色とかそういうのってスティーブなのかなっね、て。スティーブっていうか DE はよく分かってるよ、本当に言ってるのはね。って思うことがたくさんあるね。ぐちゃぐちゃ。これどうして、どうして、どうしてそう思ったの？すいません、私のコントローラーのレバーがちょっと、なんかグイングインになっちゃうんですよね、たまに。そっか、ザー、クバザーじゃないから3発なんだね。普通のザルか。いいじゃん、2番いきましてか、ょう。また引っかかった。ほらね。そう、引っかかっちゃうんだよ、これ。死ぬ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 。これね、ひどいですよ。私は。また救出終わりか。だから、いつペぞれのロン。ね。はい、さクマすでがしにた。ね。さすがに2日連続レジェンダリーコアだったら事件だよ。本当に。でも事件。結構、実はクマって嬉しいですよね。クバは嬉しいね、遠藤よりはね。2回分って感じですよね。回すの2回分みたいな。回すの2回分弱だね。7000いるからね。最初そっはあか。れだけど、そっか。3500もいるあれ、から私今なね。んで6000を2回分って思った？まあ、いっか。はい。じゃあ、計算。鋼行きましょう、鋼じゃあ一番上から行きます。鋼。で、これあったぞ、これ、朝。本当だー。全く同じじゃない？グラディウス。ねえ、全く一緒だよ。いそういえやー、ば、ミグスララデがィウ来スて欲しもうかっ一た回。のに、ないんでね。ないね。ないね。そうだね。リベンジしたかったよね。はい。というわけで、じゃあ、行ってみましょう。ランダムいきます。トルテン。れ？なんかこれ前、トリニティプライム。フェロックス。マラティトロン。スキアジャッジ。パラリン。と、インペレタバンダル。インペレタバンダル、王子。はい。てるてーん。まずい。ネクロスプライム、ランク8。
スバカラクエケージャガラ、またエケージャガラプライム、セキュラレクター、お金のね、キャリア、コールバス。あ、カズさん、コールは多いね。ねもう、ですね、ちょっと、ヘロックス、何ここれ、れはちょっ火炎。と、これ何火炎って、ヘロックス。そっなんでか、火炎？ランなんでク火炎のしたと？8。あ、ヘロックス、リベンさん、まあ、そもそも回してないじゃんね。お恥ずかしいや。すいまあ、せん。そう、面白いのに。回していいんじゃないかな？うん。ですね。じゃあですね。コンパス、ダメージマイナス代も入れといてですね。一応、アクロライトってことで、腐食でいっときます。フロックスって状態上低いんです。じゃあ、打ってよしって感じか。そっか。クイックショット。コルバスで叩こう。これはちょっと大変だわ。ああ、でも、レクターがあるからベクター？レクター？な。ああ、これ電気か。ベクター？ベクター？お金がもらえるんだよ。金？はい、ガッサン、オッケー。これちょっとまずいね。ちょっと待ってくださいよ。マラデトロンを腐食。マラデトロンってこんなに火力高い？まらまら言うなよ。いや、じゃそういう意味じゃないんだよ。フラチだ。フラチだ。フラチ。下ネタで。何この。磁気ダメージ？こんな増殖が、増強があったんですね。そうだったんだっけ？何が？マラデトロン。デトロンの増強。あっなんただっんですかけ？ね。なんか磁気ダメージとか言ってるやつ。ああ、そうそう、あった。アコライトじゃなくて、あれよ、ケラさんかなんかのやつじゃん。トベックと同じやつでしょ？仲裁だったかな？か、忘れたけど、とりあえず、時期かいっつって、そっとしまったやつ。ほっとしまった。時期じゃなぁ、と思って。なるほど。ディフュージョンにして、ですね。あとは、クレルツとか言うてもしょうがないですから。じゃ普通にね、ちょっとお弱いかな。舐めすぎ？これ。いいよね。ダメ？いいね。いいよ、いいよ。あ、いって。ユじゃ、ドトリンリニさティん。をささやかにカットリっていうか、もっとカットリ？あ、そうですか。あ、ありがたいですね。で、行ってみましょうか。あ、では行ってみましょう。1番目、鋼。コーパス、妨害。トリニティプライム&ネクロスプライム、ランク8。行ってみよスタート。う。トリもうお腹ニティ。すいた。腹減った。トリニティプライムはですね、最近増強で面白いの来ましたよね。ちょっと入れてないんですが。入れてないね。入れてません。カットリって言わなくなったな、みんな。カットリそうだね。カットリに間違いないけど、9、100、え ?100 言ってた ?100 は言ってないか。75が限界だもんね、自分以外はね。そうだね。あ、はい、吸って。カット。ですね。そうです。フェロックスが、あれ？フェロックス勝手に発射だっけ？なんか久しぶりだとよくわからないことになってるよ。オプチコだよね、基本は。そうだね。あ、眩しい。何これ？眩しい。どういうこと？こんな色にしたことはないはず。久しぶりに使うと、こんな眩しかったっけっていうのありますよね。あるまぶしい。ね。これ痛い。痛いじゃない。まぶしい。これまぶしいな。これちょっと、皆さんに。おうおうおう。リンク貼って。あ、あトリニティれ。はあれですね。
ご存知の方も多いと思いますが、3番を張って4番のブレッシングすると、自分は95%カットですかね、確か。90%じゃなかった？ 9 割カットじゃなかったっけ？あ、9割だっけ？すみません、嘘つきました。反省します。9割カットですかね。それ計算の仕方があるんだよね。75%とだっけ？75%だからっていうことでしょ？あ、詳しこれくじはゃ、ウィキでになっちゃうよ。ああ、ですか 計算がね、ちょっねと苦手だし、だからよく調べてくれるんだよ、ウィキってんのはね。ー。うん、でも本当ね、にその感謝割しにかなは、い。バッツさん結構ね、よく計算、もうカタ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 ってやってますけども、あ、電卓のことです。カタ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 ってね、よ皆さくんやっもやってます。ね。無理。なんで無理なの？ 即答。え、だからそれはさ、書いてある通りに計算してるだけであって、じゃ最初に、なんだろうな、ちゃんとこうダメージを受けて、どれぐらい減るかなって見てやってくれてる人がいるっていうのがすごいんだよね。ウィそうキだもウィね。キアもね、英語のウィキアの方もやっぱり、そこまでやってくれてるテイノさんがいて、みんな助かってる、だよね。どうですかね。どうです。そうでねすね。はい。だとにかく基本あれですね。ダメージカットの場合、4番だけだと、アフィニティ範囲の仲間に75%ダメージカットを配れますね。で、つい最近来た増強が、この4番を使った時に、自分と仲間の、ヘルス回復した量のパーセンテージで、クリティカル率が増えていくっていう増強ですね。それはね、今つけてはおらなんだなんですが、結構ね、ガッツさんがハマっておりましたね。なかなか大変なんだよ。敵が強くないと。えい。無理かな。ちょっと武器が無理かな。シールドが硬すぎだ。ちょっと硬いね。2番で吸えないの、こいつ。2番効かないんだ。そう、2番ね、効くんだけど、EV じゃないものでね。ああ、そっか。スキルジャッジなんて持ってますよ。どうですか？スキルジャッジ。これ、アムラさんの武器ですね。なんか今、オリンピックやってるから思ったけどさ、なんか毎年、さっき言ったウィキ天皇みたいに検証してくれてたり、みんなのために頑張ってる天皇を称える賞みたいなのあったらいいよね。あ、今年のあんた素晴らしい MVP みたいな。天皇でしょうみたいな。そういうのだとまたあれなのかな。でもなんか称えたい、本当に。ありがとうっつって。ありがとう、天皇みたいな。ありがてんの。なんかちゃんと投票じゃないけど、みんな認める天皇。結構絵を描いたり音楽だったりっていうのはね、わかりやすいからあるけども。やっぱり裏でゲームの、それよりもって言ったら変ですけど、ゲームだから、そのゲームに対してすごい、ねえ、やっぱやってくれてる、検証したりしてくれてるっていうのは、やっぱり常にいるわけで。いや、今年のこの人、この天皇の活躍はすごかったね、みたいな。MVP だよ。MVP だ MVP よあっね。たらいいよね。あ、この人なんだ、いつもなんかダメージ計算とかしてくれてる人、とかさ。ベストオブテンので合わせて BOT ボット。ねえ、そう、ボット。ボット嫌 だだからな。そういうのあったらいいなぁと思って。これね、どうだろうね。レベッカとかにね、言ってみてもね、いいかもしれない。いいよ。
おお、見れたよ。あ、ピンチ、エネルギーまあ、が上がった。称えなきゃいけない天皇はもうすでにたくさんいるんだけどね、ウィキ天皇もそうだけど、なんだろうな、私どもの中で有名なのは、先陣切って、カタリストってもんはペイトゥウィンじゃねえのかって言い出して一番最初ですね、もう。とかね。有名な、天皇がいるんですけども、名 YouTuber 前言っちゃっの。てもね、いいかもね、みたいな感じ。もう、その人をわざと買いまくって。カタリストっていうのは今は結構タダでいっぱいもらえますけども、買いまくってこんだけ強くなるんだぞ、つって。これがないと話にならないじゃないかって言って、まあそういうのを見てくれて D も一応そうやって見てくれるっていうのがありがたいんですけど、それで今に至るっていうのがあるので、そうですね。当時ね、D は、ペイトゥウィンはどうしてもしたくないっていう信念が、今でも、ね、あるようで、まるでペイトゥウィンになっちまったって本人たちが後悔したんですよね。それで、バイオレンスじゃん。バイオレンスさんはアビリティを無効化してきます。その前にとどめを刺せればいいんですが、このようにオペレーターから本体に戻れなくなってしまう。戻らせて。はい、戻った。はい。これいけ？ストーカーも来たんですけど。嘘だ、嘘だ。ほんとほんとほんえ、と。嘘？そんなんあるの？え、本当に？あ、気のせいか。びっくりした。今、名前が出てなかったかびっくりした。俺はだってもう、妖怪大運動会みたいな。大運動会？ら。いや、でも今、違うか。似てるな、ストーカーさんと。あ、いける。フェロックス。ガズさん何で撃ってた？コールバス。コールバス強いよ。ショットガンだからね。それともフェロックス？フェロックスに関してはね、ガズさんの方が多分だいぶ詳しい、おフェ詳ロックしい。スはね、打っても面白いんだけど、やっぱ一番面白いのはいたずらなんですよね。投擲の方ね。私今ね、普通に打ってた。我らがフレンド、ビーモさんをね、よく使って、そうだね。わざと放射、火力をわざと入れないで、放射線だけかけて、CC にしたりとか。そのうちね、フェロックスプレイみたいな感じで、トリプルフェロックスみたいな感じで。だからそう、倒さなくていいミッションとかすごく映えるものだと思います。思います。はい。よかった、トリニティで助かったわ。でもそう助なかっの？たら本当はダメなんだよ。今日のミツラ助みたいかにっなたららないじ本当はダメ。厳しい。ゃん。 ギャーってなるのが面白いかなって始めたのに、一回もなってないじゃんね。だね。今でも正直ちょっと EV だったら危なかったかもしれないと思ったね。あ、そっかい。そうです。はい、で、次。2番目の鋼に行ってみましょう。妨害？ケレス・グルニアですね。走るだけ。走るだけですが、鋼の場合はそうもいきません。そうね。そうもいきません。アゴライトを倒すっていうルールがあるからね。だ？はい、というわけで、ランダム行ってみましょう。チリン。北に住んだことないのに。はい、ハロープライム、クアタック、デュアルセストラ、リディーム、センチュアルが、ドルルーム、ドルえ？マ、ドルマ、ちょっと言えなかった。ドルーマ。ドルマ、フェードラ、フェードラが多い。フェイドラ多いね。使ってあげて。多い。フェイドラ結構いいよ。相馬シリーズよ。デルティーン。あ、あれ？ネクロス。嘘？なんで？ ベイカーチートヘック。いい、ちょっとちょっクと。バチチュー言い方。バ、バルラ、言い方。ボ訂正ンを求ボ。む。訂正を求む。だよ。ボンボ。訂正を求む。聞いて聞いて。で、フェードラ。フはい、聞いた。はい、訂正を求む。ェードラ。ちょっと突っ込んでよ。モンボもあれだよ。ナスさん、リンボが似てるからって言ったよ。私をモンボって名前にしたよ。あ、そうなの？あ、そう、同リンボじになん似じゃてん。るやつね。なんだ？私の脳内と同じなんじゃん。やばいね。違うよ。多分ナスさんが真似したんだよ。はい、じはい、というゃあ、わけネクロスさん。で、ハロ
プライムは、ですね、つい最近、というか、最後に、びっくりした。私、何も元差してないと思った。C にされてた。一番最後に、最近ですね、反則、反則？じゃ反育成し則？たので、販売促進？そうそうそう、しましたので、このまま行ってみましょうか。ねああ、ハロープライム。え。ハロープライム。ケレスだ、グリニアか。クアタック普通のデュアルセストラ。あ、来ましたよ、デュアルセストラ。デュアルセストラでかですね。何を？なんかあんの？いや、ホーネットストライクしか刺してません。っていうのが言いたかった。ああ、それも朝じゃないの？ あ、そうそう、朝、そうだ、ネクロスで行ったわ。やっぱ戻るんだね。今、そう、お見せできないかあんま伝わらないんですけど、シジルを背中につけてると、ネクロスさんの場合、特殊外装があって、髪の毛みたいなかっこいい垂れ下がってるものがあると思う。持ってる人は知ってると思うんですけど、そこにもシジルが映っちゃうんですよね。透過してるように。なるほど。はい、行ってみましょう。なるほど。ちょけていい。レティーマ、あとお恥ずかしながらレティーマもこんな感じで。全然ダメです、ビルドが。お恥ずかしい。でも、はい、消しコンマま刺します。くったらいいじゃん。はい、次に行ってみましなょう。2番目、鋼、あ。あなケレた。スか、グリニア、ハロープライム&ネクロス、行ってみよう。あ、恐れた。怒られましたよ。怒られましたね。怒られましたあなた、私の倍は持ってるでしょ、ホーマー。ね。見せるのちょっも恥ずと、かしい。見てみてよ。映るかも。え？ああ、そっネか。クロス。見てみよう。見てます、見てます。前もなんかあったかな。これちょっとね、あんまりかっこよくない。シジルついてんじゃん？あ、映ん、あ、ほらほらほら、わかる？ほら。なんとか、ほら。髪の毛みたいなのについてるでしょ、シジルが。本当だ。ね？なんかね。本当だ。透過されちゃって。面白これいでなんすね。かいじってあれしたんだな、多分な。ちょっと勘弁してもらえます？デュアルセストラ倒せませんよ。さあ、これはですね、私のネクロスさんはファームビルドなんで、うわわわわわわ、ぐるん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 、ウィンウィンウィンウ問ィン題ウィン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 
あ、無理無理無理。マースイ、どうするどうする、倒せない倒せない。え、なんで他のもは。え、デュアルセストラ無理。だって持ってるもの、私。私持ってるのよ。何を。ああ、そういうこと。あ、起動防衛。あ、違う。じゃあ、私持つよ、私持つ。私、スチューバの方がいい。ヘクは、あれを。え、上ヘリオンいるだろ、見えないぞ。いる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 。痛い。痛い痛い。ヘリオンのジェットパック壊せんだよ、してた。してるよ。あ、やばい、全然。行けなくないが、ちょっと時間かかるんじゃないのっていうところ。いや、きついか、これ。さあ、ちょっとじゃあ、ビシッバシッ。はい、やって。増強ついてんの、うん、ついてないかな。あ、ついてないかい。うん。増強、1番増強、3番増強、何番の増強になるんだあれ。3番なんじゃない。 3番の増強になるのかじゃないのかな。違うわ、1番の増強で1多分、そうすると味方も恩恵が、2番と3番の恩恵が得られるよ。あ、1番なんだあれ。恩恵が受けられるっていうのは基本ハローさん自分で倒さないと、3番は味方にも配れるんですけど、ハローさんが倒さないと配れないっていうのが、1番で縛った敵なら、味方が倒しても恩恵が受けられるよっていうやつですね。ハロー師匠。格ゲーでありそうなセリフね、その3。いや、あるよ。あんの？え、マジで？かの有名な、今ちょっとニュースであんま良くない話題になっているロシアの。ロシアは知ってるよ。ロシアといえばあの人しかいないでしょ。ハラショーって言うでしょ。伝説の。ザンギエフ？そうよ。あ、そうなんだ。おい、ハラショーって言うよ。そうなんだ。うん。
怒られちゃうね、ファンにね。すいません、うん、そうよ、そうそう。ファおンに詫びいね、たそしうまそう。す。そうよ。飛べ、ノックス。あ、じゃあ、ダメだな、これは。飛べ、ノックス。ははー、落としてや今のったデリーで。ト、削除。あ、ウィンウィンウィン。ウィン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 ウ
ガードマン。いいね、ツインスチューバーいいね。いや、クアタック頑張ってますよ。クアタック健闘してますよ。クアタック。クワタクいいよ。ただそうだね、選別力にかけちゃうからね、普通のやつは。セミオートでね。腐食でやってるからね。このなん落かちる感じがすごい好きなんだけどって。ノックスみたいなのが出た時用とかがいいかな。私ああ、はそそううやっね。て使っ頭入てれまやすすい。ね。ハロウッドね。ハロウッドなか単な発か、で。相性いいんじゃないでしょうか。あ、ハローで使ったら2番使えば、もっとね、点滅力上がるじゃん。今使ってるんですけど、なんか、ウィーしてる人がいる。ウィー。あよ、ウィー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 。力かかるね。時間かかるよ。あれ、なんか、あ、カータックは、クバの、リッチのがあるんでしたっけ？あれ、カータッククはアね。タックもさらに強いよ。セミそう、オーだからトじね。ゃないくできるああ、から、そう。切り替え式ね、タイベロンみたいな感じで。でも、私ガッツ、ガッツ、あ、私ガッツあ、だっ切りたっ替えて、式じゃなかった、ごめん。合体しちゃった。構えああ、るそう。と、連射して、そうだね。しないで、構えないとフルオート。私、ナッツ、ナナナナッツは、結構セミが好きなんですけど、セミと、あとはヘックですかね。そう、セチーミト好きヘッなのク。は。それ余計。そろそ真ろ上デッドヘッだ。ド狙っていくか。チートヘッグちょっと、あれだ、入れておかないと。ほら、来やってちた。ょうだい。お会いしました。デッドヘッド来た。ちょっと待っデッドて。ヘッド3。食らいたあ、い。2つまでか。あ、行った行った。食らわして食らわして。食らわして食らわして。もっともっと。もっともっと。もっともっと。もっと。もっともっと。ちょうだいちょうだあ、い。落ちた。あれ、行った？行ったね。行った行った。50杯行った。行ってまい行ってまい。やってしまえ。頭当たったらすげえ、一発外した。まだまだだな。ナッサのチートヘッグは本当一発でシールドプラス体力半分以上持っていくからね。なったのって言われて、ベイヘクがね。チートヘッグだよ。あ、ほら、出た。チートって言われた場合にね、ビキビキって。ビキビキ。あ、出ましたよ。ガッツさんの大好きな。はい、つけてきて。つけてきて、ほら、つけてきて。また出もうたガッツね。さんね、ここ出ると絶対につけなきゃいけないガッツシップですから。で、シンジケートとか、やっぱそういうアラート系出やすいんアだろラーうト系でね、ここレアゴールなんですよ。今、ガッツさんがまさに今からつけようとしております。ね。ここに、こう、キュリアがあるんですはい、ね。あれですね。何回やってんねん。ここが出ないと、キュリアさんスキャンできないっていう、かなり、で、一人でやってるとゴールしちゃうから、気をつけレないアなとんでね。すよ、場所が。というわけで、ゴール。ロータスギフトでもよく見るな。あと、シンジケートですかね。でもコンクレーブ地説あるからね。散々検証したね。過去の配信の動画でやってるんですけど。そうだね。その説はね、すごく、というわけで、3番目いきましょう。3番目、防衛艦船隊、また防衛艦船隊。水内木星。というわけで、ランダム、いってみましょう。ドゥルディン。ドラテ赤ィン。は、ただの柄。
ジャブロック、あなんか投擲が来てますね、なぜか。あ。デュアルセストラ、おい。こら、ういい加減にしろ。デックスダクラ、センチネルがドルマン。ヤモクアでガン、しょ。エプレットバンダル。モアのドルドルマ。マでしょ。ドラ、ドルマ。ワンコちゃんだよ。でしょ。センチネルじゃないよ。ダルテーン。正しく。あ、え？エクスカリバええー、ー。コ嘘。リンとパイラナプライム、ガンダオプライム、シェイド、一緒じゃん。ねえ。ラークスパー。なんだろうね。たまにこう、かぶるんだよね。これはでも強いよ。さっき言った1番増強で、220まで叩いて、私ガンダオリベンのあれでヘビービルドにしてるんですけど、220速攻で貯めてヘビーっていう感じができますね。マシンガン。わかりました。ですね、ガラがですね、近接に依存なんですよね。ご存知の通り。近接びっモッくりドしに。た。なんですが、どうですか？ガスで行った方がいいと思いますか？え、ガラ？デックスダクラなんだよね。ただし、フォーマーここ刺してる方のデックスダクラね。いいんじゃない？ガスでも食でも。感染じゃまずいか。じゃあ、ガスで、あ、腐食？腐食で行ってみよう。彼らは、これ一から組み直した方がいいかな。そしたら時間かかっちゃうので、ちょっと、いつもより雑なビルドで、もし失敗したらちゃんと組めば 何それ？大丈夫でしょう。いつもの防衛ビルドとかないの？ガラなのに。防衛ビルドというよりは、近接をね、ガラだよね。ところですよ。CO とか入っちゃってるから、これ。ウィーピングとか。意味ないじゃん、からに。ああ、近接のこと言ってんのだか。よ、そうだよ、そうだ、そうだ、そうだ、さっき言ってるでしょ。PT 送はい、ガるスさんよ。準備 OK。あ、ちょっと待って。ちょ、待ってなーい。ちょっと待って、これ、ジャブロックとか久しぶり。ヒート、これヒートいな。やばいんじゃない、これ。エビカリバーとかなんで入れてんのかよく。ヤブロックいけんの？これ。大丈夫？大丈夫？絶対ダメだと思うんだけど。ジャブロックはね、そうね、いろいろ右往左往あってね、今もうほんと使わないかな。まあ好きな人ごめんなさい。なんか最初イグニス系だったりして、で結局今爆発系、あ？なんかランチャーっぽい感じで、もう一声何でもいいから、なんかあるといいかな。そうだねー。はい、というわけで行ってみましょう。3番目、防衛感染体、ガラ、ただのガラとただのエクスカリバー。はい、行ってみましょう。おい、佐藤。なんか、例えば、タレット式火炎放射器みたいになるとかさ、投げたらね、そう。投げた時があんまり、まあ、最初のスピアガンだからね。そうだね。あれ、ダブロックっておかしいな。私の記憶、夢の中かな。カタリスト刺して育成したはずなんだよね。夢の中って。いや、したはずなんだけどな。あれ、なんだよ、刺さってないの？カタリスト。全く刺さってない。コスト30だった。外されたかな？それはない。なんか一回いろいろ変わるからって、あ、でもそれは外しはしないか。フォーマーもらったじゃん。でも外しはしないよな、それな。そうだよね。あれからになんでセバゴスのシャンダルついてんの？ナッサンも忘れるじゃん。まあ。簡単に割られちゃうよ、これね。あべえ、アニマルインスティンクトついてねえ、敵がわからん。ああ、やっぱりそうか。はは、
9万とかいく。39万とか、ね、割られちゃうよね。すぐに。どうですおか。ほー、つえ。投げちゃえ。あれ、どっか行っちゃった。あ、全然違うとこに行っちゃった。あら。あ、ドルマン。つえ。マジつえ。あ、なにそれ、懐かしいのついてるじゃん。ガッツさんのセンチネル。そう、シェイド。あの、あれ、生き返らすときに。あ、ガーディアン、やっぱりあサンクチュアリーついてる。あ、そうそう、サンクチュアリーだ、そう、懐かしい、ね。そうそうそう、いや、もう前のまんまだよ、もう。見た目が懐かしかった。プリズマさん育てたから、うん。だからアニマルインスティンクトついてない、敵がわからんよ、うん。でもなんか、涙出そうになった。なんで？懐かしくて。あ、ちょっと、あれか。危ない。まあ、でもちょっとペース戻さないと早いな。そう、私全然倒してないよ。あ、そう。うん。多分これ戦歴ひどいことになってるこれ今。あ、割られちゃうよね。二人ともこうなった時がね、なかなかならないね。いやー、でもミスラの時があったんだよな。そうだね。すげえ取られまくってさ、うん、倒せねえし、坊ちゃんも邪魔してくるし、とにかく痛いから、そこは。そう。痛いし、死にまくって。CC がほとんどかけられなかったし。そう。なんさ、ヒルドリンだったわ。うん、そう。いや、痛い。とにかく痛い。まあ、しょうがないね。しょうがないよね。しょうがないよ、なんちゅう。てんてんてん。ハッピー。ハリバさん、かっけー。ダークセクターの主人公ですから。お、見て見て、Xboxスタイルなんだぜ。あ、スキンがね。そう、これ、うん、どうなんだろうな。あ、消えちゃダメよこれ。え、ね、クロスプレイ来たらさ、やっぱり限定品なのかな、うん、なのかね。まあ限定品でいいけど、例えばクロスセーブが来た時にプレステ4か5、今我が家にはないので買ってきて、うん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 、でアカウント移動してプレステでやるじゃないですか。でそこだったら買えるっていう風にしてくれたら嬉しいな。でもちろん全プラットフォーム見える。なるほど。うん、でも買うのは各プラットフォーム行ってねみたいな。なるほど。そしたら行くよね。行くよ、行く。スイッチもあるし。いや、いいね、それ。だったら PC のもかっこいいのあるし。PC のはなんかいくつかもらったけど、イベントで。あの、カウンターストライクじゃなくて、うん、D も携わってたやつ、アンリアルトーナメントの、ほうほう、スチームスキンって言った方がいいのかな、あれ、なんだっけかな、あとかね、そう、かっこいいね、そう。D、スティーブさんとかは、昔、あの、アンリアルエンジンとかの開発をしてたので、うん、エピック、あ、違う、エピックゲームズのあれか、エピックの、あ、スチームじゃなくて、エピックスキンになるのか。なるかな。うん、確かそうだ。割らないで。うちの鏡割らないでいただけますか。来たよ、早いね、うん、割らないで続けますか。敵がいないからコンボ叩き出せない。あー、バイオレンス、バイオレンスだよ。多いな、多いな。あー、出てこいや。あ、また戻れない。やっちまった、やっちまった、やっちまった。ほら、ほら、ほら、あ、痛い痛い痛いな。
これも死んでも大丈夫なんだね。あ、そうか。大丈夫なんだっけ試か。しに死んでみよう。死んでみよう。え？死んでみる。あ、死んでそう。みる。あ、でもホストがもしかしたら死んだらダメなんじゃない？あ、そう。まあいいや、倒しよう。え、でもだって今日ほら、ミスラで2人とも死にまくったけど、あ、あ、そうナだっスけさんか。死んでないのか、今日。死んでない。あ、そっか。大丈夫になったって聞いたから大丈夫なんだけどね。多分ね。あ、やべ。あ捕まっちゃった。ー。あんだ、ちょっと惜しかったな。でもこれいいな。ガンダーオスタイルいいな。そういうの作ろうかな。カリバーさんで、剣にして、基本的にリビアを使ってるんですけども、このビルドは。リビアっていう、テネットリビアっていうのは新しいのありまして、それコンボが下がらないんですね。コンボ時間無限なんですよ。しまっておけば。プライマリーセカンダリー持っておけば。だから1番でコンボ貯めといて、いつでも好きな時にコンボダメージを使えるっていう感じでやってるんですけど、まあでもカリバーさんはロングソードっていうよりかは、やっぱ刀とかソードの方が映えるので、何ですか？何がありますか？刀とかロングソードでヘビーになれるやつ。ヘビービルドにしてもいいソード。ソード、刀。刀。なんかヘビーに合うって大変だけど、一刀流の本当は覇王丸みたいに振りかぶるような剣、あ、オー刀マル。欲しいね。おりゃーっつって。2かなん、立つは？タツもロングじゃそっか。ん。まあ、タツもヘビーいいね。あ、でもそうか、そういう方がいいか。まあ、と思うんだリよビアね。基本的にヘビーにしてるけど、はい、というわけで4番目いってみましょう。妨害、今日は妨害だらけですね。妨害、地球、オルニア。地球はね、鋼の中でもレベルが低い方で。はい、というわけで、ランダム、プリッパン。アトラスプライム。バズメ。ソニコ！久しぶりだ。おお、懐かセラしいタ、セね。ラタでアトラスどうしろというんだ。レッドがスーモ、クルネコちゃん。おお。アクガンがラークスパー。あ、やっと出たよ、ラークスパー。トゥルティン。お、プロテアさん、おカーマインペンタ、ツう。おインロッカ、グラムプライム、ヘリオス、ラークスパー。これでもプロテアさん問題ないんですけども、カーマインペンタ、そう、結局育ててないんだよね。いやってなっちゃって。ああ、そうか。そうだね。セレーションとファイアストームしか入ってないわ。これね、面ははは。白いのがツイッターでやってる人いましたけど、マガジン数増やすと、マガジンがね、まあ普通のペンタもですけど、ビヨーンって伸びるんだよね。ツインロッカーは育ててるか。私好きですね。ハイドロイド用に使ったりしますね。かっこいいんで。そうきますとですね。あ、でも不グラ足ムにしプとライこうムがか。なぁ。グラムプライムがきついんだよ。一応セラタは当時ちょっと育成してたので、コストは十分にありますので、アコライト用ということで、アトラスさん用に属性を目いっぱい積んで、あとはいいっすね。あれ、アトラスの一番って、ダメージ、勢力ダメージ乗るんだっけ？乗るんだよね、確か。そこは本当にウィキを見ろウじィゃキないけか、ど、そうですか。ちょっとややこしくて、そのフレームはいけるけどいけないとか、装備できるけど入らないとかあったりしたんだよ。だからそう、チェックしたよ。チェックして、それも調べてくれた人がいてね、チェックして、載せてる。
そうですか。うん、一覧が載ってるからね、最初にビルド組むときは、それを見ながらでいいんじゃないでしょうか。出リまベンしが乗るとかた。乗らないとかもああ、あるそうしそうね。そう。あるうん。ね。一番は乗るんですよ、基本的にね。一番っそう。ていうのは、その、アビリティのだよね。そう、エ各クアスビカリリティバーもの。そうかな。そうそうそう。4番コーがラ乗もらなかいっな。ていうのもいいんだよね。そう。で、4番乗らないから、リベンもさせなくしてくれたのね。だそこわかりやすいんですけど。そう。まだ乗る、装備できるけど、乗らないやつとか、あるんで。はい。というわけで行ってみましょう。4番目。あ、待った鋼。待った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 。シンジケートポイント大丈夫？あなた。見てみようか。まあ一応行っとくか。あたしゃ、ギリギリセーフか。間に合うか。12万。12万7000。あ、ギリギリだな。いけるいける。はい。逆に私がね。やりました。というわけで、ブルルルル、巻き戻し。4番目、プロテ地アだけに。球グリニア妨害。アトラスプライムとはプロテア。行ってみましょーい。スう。タート。プロテアがね、詳しくは調べてないんで分かんないですけど、よくいろんなことしてくれてるテノさんがね、いて、なんかね、4番を使って、巻き戻した時に、それバグなんで直される可能性大なんですけど、ヘビー攻撃を2回繰り出すっていうんですよ。うまくいくと短時間に何回もヘビー攻撃やるっていう。チートだね。でもそれちょっとやりたいと思って。ガチさん結構ね、バグ試したい人だね、すぐいや、ね。そりゃそうでしょ。そうそうそうだ。それもあるよ。今までね、PC 天皇さんが、いろいろ、なんていうのかな、先に実装されるので、バグをできて、僕らは直された状態で来るので、ことが多かったので、なんかね、ああ、それやりたかったのにって面白バグがね、直ってたりとかするのが、クロスプレイ来たら、そうじゃなくなるっていうのがちょっと楽しみかな。うん。はい。あれっあ、取れて、あた？れエネルギーがないじゃん。どうして？あー。どうしちゃったの？じゃあ、ここで戦うか。はい。どうぞ。普通にブーメランで切るっていうね。投げないっていう。変なやつ。そうなんだよ、ナスさんね、取られるしね。私のこれ。違うあ、よね。私だね。そうだほよ。らー、貸してよー。出た出た。マリキン。まあまあまあやっまあまあ、てマない、リキン。言ってない、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 言ってない。また敵が見えないな。つけてないの？エネミーアレーニダー。マルインスティンクト持ってなかったんじゃないかな、ヘリオス使ってたときは。そう。不思議だね。そんなことある？はい、でもと。映らないからそうでしょ超倒せる。いやー、アトラス強いね。アトラス強い。ねえ。ねえ。なんかアトラスって最初すごいさあ、俺は面白いと思ってたけど、私意もだ外よ。とネットでね、あんまり微妙って言われてて あ、みんなそう思ってんだと思ったらいつの間にかアトラスファンが増えてね、今なんか地位高いよね多分この走行値って確かアップデートで追加されたんああ、だよそういね。うのはね、そういうのはそうそうそう、後からだけど。いや、そ初のめ前からて、別に強かったよ、普通に。ソーティーが実装されて間もなく、初めて。当時、私とガッツさん、なかなか時間一緒に合わなくて、プロでやってたりしたんですけど、仕事の関係でね。当然、オベロン草って言われるほどの時もオベロンでやったり、アトラスでソロでやったりしてたんですけど、消滅とかね、結構ね、強い。そうそうそう、強い強い。いや、普通に強いし、かっけえし。まあ、そうだ、見た目がね、ベーコンって言われてて、いまだにか、あれは。そうだね、そうプそうそライムがね、ものすごくかっこいいですよ。う。あ、こプライれ、ムかっこいいよね。忘れもしない。
天の VIP っていうのが、ああそうそう、うん、俺らの、ね、2年前日本でね初出だったんだよね。そうそうそう、あの DE の、うん、スティーブとレベッカとメーガンが東京に来たんですけども、うん、その時にいたの、ね、あの、はい、人数制限であのチケットゲットできた方限定でそこに天の VIP スティーブたちと盛り上がりましょうっていうイベントをやったんですけども、うん、東京ゲームショウの時だったかな。そう、東京ゲームショウ行くから、うん、ついでにやるよって言ってくれてね。そう。で、私とガッツさんが行けたんですよね。それに運よく。そう。その時のプライムが初だったのかな、お披露目がね。そう、発表がね、やるよって言ってくれて。全世界初っていう。そう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 。あのワールドプロミアってやつ。そう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 。初体験しました。それがあのアトラスプライムだったんですよね。すっごく覚えてます。だからアトラスプライムはねえ、デスキューブとね、であの後にねもうなってたけどコロナがなり始めで、うん、そうそうそう、ギリギリセーフでだったんだよね。だから、うん、コロナがなかったらねえまた第2回あったんだろうけど、なかなか ねだとちょっとなんか個人的に思ったのはまあ、コロナ落ち着いたらなんですけどね、うん、スティーブたちとかいなくても天皇同士でなんかね集まってワイワイやるのも楽しいなって。あ、オフ会ってやつ。うん、そうそうそう、いやすごく盛り上がると思うんだよね。ああそうね、それはそう、うん、そういうの やりたいなって。クロスプレートが来たらさ、そういうのあれなんじゃない、うんね、言う人いるんじゃないかな。そうそうそう、いると思う。まあ難しいのが天の VIP でもそうだったんですけど、天の VIP 東京ゲームショウだったんで東京でやったんですけど、やっぱ関西とか九州とか北海道、うん、来てた人いたけどね、すごい遠くからなかなか、うん、そうだね、泊まりでねだった天のもいて、そうだね、だから週末とかだよね、仕事休みとかのもね、だからそうなんだろうな、なんて言えばいいんだろう、なかなか開催地が難しいよね、うん、それみんなでやる、 D がもう公式でやるって言ったらもうそこ行くしかねえんだから。そうなんですね。そう。そうだ、次は東京じゃないかもしれないし。そう。でも行くね。今。あ、行く行く、まあね、絶対行くわ。本当にチケット取れるか分かんないけど。行けなかった人にはすごい申し訳ない話をするんですけれども、うん、本当に楽しかったんですよね。うん、楽しかった、ね。天のビップが。で、そのもちろん。スティーブとかメーガンとかレベッカに会えたのもすごく感動したんですけど、天皇の人たちと初めて面と向かって会えて、すっごいもう皆さんいい方で、そうだね、で、すごいもう意気投合した方もね何人かいて、そう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 、やっぱね、こう天皇同士会うと、普通に喋りながら盛り上がる、そう、めっちゃ盛り上がるんですよ。違う違う、プレイがうん、あ、ブレインね、うん、普通に終わっちゃってる。そうそうそう、今ねケルナグールしちゃったね。プロテアもね2番とかでもうやっちゃえばかなり、うん、かなり強いですよね。いつもの鋼になっちゃってる。本当だね、確かに。いつもこの録画っていうかこの配信ランダムパーティー始める前まではいつもガッツさんとやるときなんかベラ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 なんかどうでもいいことをベラ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 喋りながら流れるように鋼やってて、そろそろ来るよぐらいしか言わなくて、うん、うん、はい次ラスト、はい次ラストハーガーねー、はい救出クバ、ああはい、これはねちょっとクバなのでちょっと痛いんですよね、切断が ね、うん、ガンガン決めてきますよね馬の人たち。はい、というわけでランダム行ってみましょう。はい、ドリデン。ああ。お、いいじゃん。人気のウコンさん、ウコンくん。と、コモレックス。スピルクロム、ベンカプライム、スーモ、あ、またスーモセカンド。いいね、と、アズール・アムズ・クバ・アヤンガ。全部見えた。ドリデン。あ。まずい、アイバラプライム。ああ、ね、ザ・エンボリスト来たよ。あ、エンボリスト来た。ストロファー。あ、楽勝ですね。あれでもストロファー、ノイズか。そう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 。ウィルム、うん、
や、あれ、ストロバって大丈夫だったはずだよ。インペレターバンダル。あ、本当に？じゃああ楽れ、勝じゃん。え、でもた、さ、確まあいいか。や、やってみるよ。なんだっけ、リディーマーからノイズ入ってなくて、それはおかしいからって言ってダメにされたんじゃなかったっけ？やってみます。やってみ何を言ってるかよというと、音が出ると、相原さんの3番が途切れちゃうので、近接は基本的に音がないので大丈夫なんですけど、ガンブレードは音があるかないかっていう話ですね。あるでしょうみたいな感じですかね。2番の、じゃあ、せっかくだから2番の増強のビルドでいってみようか。これでもね、しばらく使ってねえからな、感覚かな。ドラゴンズドグマっていうゲームがあったんですけど、昔。それの一撃の矢だったっけ、名前。もう一発しか持てない。ああ、だっ一け発しかか。使えない。ゲームクリアするまでっていうやつに似てる技ですね、2番は。ほうほう。これは、割と安定のビルドですね、私も。スプラクラムもバッチリ苦戦してますし、ベンカプライムなんかもつい最近ですよ、私、ウィーやってたの。ウィーって何？ん？ウィーっていうのはアイガスこさんオッケー。う、ウィーですね。はい、というわこうけってで見え最な後い行っよ。てみましょ 配信じゃないね。カメラついてないね。う。おい。はい、というわけで、最後、クバ、5番目。え、最後、クバ？最後、鋼。救出、クバ要塞。ウコン。アンドアイバルプライム。はい、行ってみよはい、佐藤。う。これはね、かなり、ベンカプライムは本当に強いですね。ああ、ベンカプライム強いよ。最近私、なんかいつぞやも言った気がしますが、軍船系ですね。特にアルムスピノーサ、軍船。最近だとシャクハマってますが、ベンカプライム、あとはフラクスリスですね。そのあたりがすごい。最近ハマってますね。シャ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 。これも引っかき引っかき。これはバルキアプあ、ライムもうと一大緒丈に夫来ただ。やつですあ、ね。大丈夫、大丈夫。3番。聞聞いてますか？いてます。3番、透明切れない。知ってるよ。だって。ストロファだってそうだもー。だってそうだもん。ん。ずるいね、これ。おっといけない。これなんあだれ？ろうな。ビームだからか。音が鳴らないんだ。あいちゃん、いや、分ス身でトロファーは強いよね。強いね。一時使ってたよね。楽するために。あ意外と侮っちゃいけないのこのコモレックスです。あ、ストロファーも2番聞いちゃうのか。そうかそうか。弾速ありだから。このココモモレッレックス強いクス、よ。この強コい。モレックもう好きスよ。は、ガッツさんが特に好きですね。で、そうです私ね。もちょっと、音がいい。リロードの。OK。ガッツさんに惹かれたのかな？育成したんですよね。割と最近ですよね、したのはね。範囲がちょっとあるのがいいね。ああ、赤クリばかり。ボン君つはこの3え。番で走行値を上げながら戦った方が安定するのかなーっていう感じですね。で、この1番の相棒がウゴン君っていうんですけど、ウゴン君っていうんですけど、っていうか、ウゴン君って呼んでるんですけども、このウゴン君と一緒に戦いながらやると結構いいデコイになって、そうね。で、2番で、浮き木の雲になると、ピントーンってやると回復できます。こんなそう感じね。でそうすね。そうそうそう。この間無敵です。何よりも何よりも、この間も言いましたか？ウコンといえばブラックミスウコンですね。突然の薄毛 のそれ言う話。な、また。とにかく、いろんな点のも結構楽しみにしてる方多いらしいんあ、ですねえ、よ。そうだね。やっぱ同じなんだよね、感覚が。やっぱね、そうアクションですから、ブラックミスだ。いウコンやー、あも。れは面白そうだよ、本当に。特にね、ガッツさんが新しい動画が出ては、もう興奮して、すごいんですよね。見て見てって感そう。じで。
すっげえなーって感じですごい興奮してますね。でもね、まだ発売するか分かんないからね。うん、そうなんですよね。どうなるか。発売してほしいなーって。どこか金を払ってくれや。忍び夫婦たるや、本当にウォーフレームしかしてないんですけど、本当に。そうね、最は近い。ね。でも、もしかしたら、ブラックミスコンが出たら、やるのやもしれません。そうよ。でも夏さプんラットが。フォームまだ分かんないからね。そうだね。PC だけうん。かもしれないしね。そう。PC だけかもしれないし、じゃあソニーが金出せよって言ったらプレイステーションだけになっちゃうかもしれないし。ねえ、分かんないからね。ね。はい。で、この、なかなかあの題材、このセプラクラブですね。はい。ネクラメッカの実装の時に来ました。俺が、とにかく強い。これですよ。リロードが長いのが欠点だね。じゃあ、超長い。私、ナツさんは、それ変だよって言われてもしょうがないんですけど、リロード長い武器がすごい好きです。ああ、いや、変じゃないんじゃないの？そういう人もいるでしょ。第1にツイングラ型、第2にツイングラ型、第3にツイングラ型。あ 遅いね、あれもね。俺2枚入れてるよ、リロードも。そうなんだよ確ね。か。ああ。当時ね、ガッツさんが育成してた時、ツイングラ型を、おっせって言ってて、ツイングラって、俺無理だわって。よくナッツさん入れないでいけるねって。ところがどこいけるんですよ。まあ人によるんだよ、そこはね。多分私の性格ですよね。待てるっていうか。人によってはソベックもちょっときついっていう人いますもんなんだよ、ね。せっかちてんのはね、私みたいな、すぐリロードしちゃうから、ああってなっちゃうんだよ。ちゃんとそうだね、打ち切るまでリロードしないで戦える人は、いいかもね。行くぜ。モレックス行きます。あ、外れた。まあ、ダメか。あ、意外と。当たった？なんかこれスピードどうがだ遅くろなんないね。あ、違う、ごめん。4番じゃないね、もう。う。俺4番のつもりで打ってたのに。えい！あ、当たってるじゃん、当たってるじゃん。あ、それナスさんが当ててんのか。どうだろう。あ、スーモ。え、嘘。スーモが？本当に？スニーとか早いわ。あ、死んだ？あ、早いな。倒した。スーモがやられちゃったね。やられちゃってるよ。これはあれですね。1番の臓器を入れた。おお、死んだ、ウコン危が。ない危ない危ない。1番、あ、また死んだ。連続で死にましたね。さすが、ボンちゃあ、連続で死ねるんだ。ん。死ねる。どうしてだって、ナスさんこの間もそうだったけど、3番使ってないんでしょ？今使ってなかったね、そういえばね。いや、さっきから使ってるんだよ。後で配信見直せちょ。こういう場合はですね、本当は、ウコンくんの、あ、ウコンくんですね、ウコンくんの一番の増強とかあったらすごく便利なんですけどね。ハンマータイムやって、ああ、そう浮かだせるね。んですけど、ちょっとそうそう CC ですそう。よね。ちょっとどころか、かなりの CC だ、あれは。イエス。人質がことごとく外れてるのでね、最近私は。ちょっとね。3枚やりながら行きますか。はーい、どう？ 50 だって。どういうこと？ 50 しか装甲値もらえなかった。食らいなさいよ、ちゃんと。食らいなさい。食らってるけど、早く帰ってこいよね、これね。人そう質のたよ。めにね。あ、おここ行けないとこに突っかかった。消えー！う。あはは。消えってしちゃった消え。はい、到着。はい、相棒ウコンくん。たまにこうゴールで謎の行動する人いますよね。いっぱいいるね。えっていうの。いや、性格出ていいよね。落ち着きないてんのとか、あと、じろじああ。ろ、あ、なんそうだ、か、ずっとあれだよね、ずっねと動いてる天皇とか、バン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 打ってる天皇とか、武器え。じを。ろじろ見てくる人？見てくるって悪い意味じゃなくて、何それかっけーって思ってくれてたりとかね。あ、そうだね。チャットでね、あなたのウォーフレームカラーナイスだねとか言ってくる人もいるし、突然ね、座り出しても微動だにしない人もいるし。はい。
というわけで、リベやー、ン普通に終わってもうジはならなかったたわ。ですが、ミスラーが来なかったので、まあ、そのうリち来ベ、るのかな。はい。あー。はい。でもとりあえず、PC も、多分大丈夫なのかな。でしょはい。う。と思いたいですね。デイ6、無事に、クリアはい。なんかちょっと、悶々するわ。そうだね。まあじゃあ、ね、仕切り直して、そうですね。はい。というわけで、また、明日、お会いしましょう。明日。はい。はい。ありがとうございはまい。ご視す。聴ありがとうございましありがとうごた。ざいチャンネル登録まよろしくお願いしまーす。す。さらばにゃ。虫歯じゃないのね。